はい、今日はですね、ハゼがね、一匹だけになってしまいました。ね、一匹だけとね、分かっていたらね、リリースしていたんですけども、予想ではね、10匹以上ね、釣るつもりだったんで、ちょっとね、残念でありました。でもね、なんか周りの人にね、聞いてみますとね、今年台風がね、3回ほどかね、上陸したということで、ハゼが全部海の方に流れてしまい、少なくなっていた状態だったみたいです。まあ今度はね、来年になりますけども、また来年をね、また頑張ってね、結果上げていきたいと思います。ではね、こいつをね、一匹だけですが、料理していきたいと思います。はい、今日はね、一匹だけでしたので、素揚げでね、食べていきたいと思います。ではね、今からね、揚げていきまーす。はい、いい感じにね、揚がったんじゃないかなと思っております。今日はね、この素揚げを塩を振って食べていきたいと思います。はい、ハゼ一匹ではね、寂しいので、今回はね、このジャガイモを使ってポテトフライを作っていきたいと思います。はい、洗い終わりました。今回はね、皮ごとね、これをざく切りにして、油で揚げていきます。はい、ポテトフライもね、揚がりました。あとはね、ハゼと一緒にね、食べていきたいと思います。